天草アレグリアガーデンズは、熊本県天草市本土町広瀬にある、リゾート施設。このリゾート施設は、1966年に、開通した天草五郷で、九州本土からの交通が便利になるのを受けて、同年に、九州産業交通が出資して子会社の天草、観光開発株式会社を設立し、天草海洋レジャーランドを開業したのが始まりである。 敷地内には、ホテル、水族館のほかかつては、対岸の展望台のある敷地には、自然動物公園も存在し、ここでは猿や、鳥獣類も多く飼育されており、ホテル、水族館側の愛情駅から、展望台、自然動物公園側の幸福駅まで海の上をまたいで眺めを楽しみながら、両敷地間を移動できる、天草海上ロープウェイも運行されていた。 この敷地内の一角にあるホテルは、天草国際ホテルが前身である。天草諸島の中心に位置し、通りゾ土地の中核を担う施設として、以来長きにわたり、天草を代表するホテルとして知られてきた。2000年代に入り、施設リニューアルで、ホテルの名称が、天草国際ホテルアレグリアと解消し、ホテル隣には、宿泊客以外も利用できる。 温泉施設を開設。その後、経営母体であった九州産業交通グループの経営再建に再始事業の売却対象となり、2004年3月にホテルと併設の水族館とともに地元企業の天草石油株式会社に譲渡され、施設全体を天草アレグリアガーデンズと改め、ホテルはホテルアレグリアガーデンズ天草に再度解消された。 上渡後、2005年に施設内の全面リニューアルが行われたほか、当年に、チャペル、ビスタ・ドゥ・マールの新設と、これまで、ホテル隣にあった、温泉施設を、敷地内の別の場所に移設し、ペルラの湯船として、新装オープン。さらに2007年には別館、花館の開設といった、施設の充実が図られている。2011年3月20日には、 ペルラの湯船に家族風呂がオープン。もともとは九州産業交通グループだった関係で九州三考の天草号が長年にわたり敷地内のバス停乗り入れてきたが2015年3月31日限りで乗り入れ終了と同時にバス停が廃止された。天草イルカワールドはかつて通りゾート施設内に併設されていた水族館。 2010年12月に閉館した。1966年に九州産業交通が出資しリゾート施設、天草海洋レジャーランドの敷地内に水族館、天草海底自然水族館として上述のホテルとともにオープンした。館内には数種類もの賃魚が多数飼育され近いの巨大水槽から干渉することができ、その隣にはショープールがあり、 当時は、アシカなどのショーも見ることもできた。2000年代に入ると、海底自然水族館が閉鎖されショープールの方が残り、これまでのアシカに代わって、イルカが飼育されるようになり、施設の名称も、天草ドルフィンワールドに解消したが、九州産業交通グループの経営再建に、最新事業の売却対象となり、2004年3月に、ホテルと共に、 地元企業の天草石油株式会社に譲渡され、天草イルカワールドに再度解消された。近年の入場者数は年間約4万人で黒字経営であったが、施設の老朽化が進んだこと。地元にイルカの専門医がおらず飼育が難しいことから2010年12月15日をもって閉鎖することが決定し、飼育しているイルカ1頭とペンギン11羽は、 九州内の別の施設に移籍、従業員7人のうち3人も移籍することになった。閉鎖後施設は解体して、グラウンドゴルフ場を建設する予定である。天草飛行場、または、本土バスセンターからのアクセスの場合、ホテルより、無料送迎あり。跡地は、宅地開発により分譲され、住宅が立ち並んでいる通勤、通学のお客様へ。 天草号が、もっと便利になります。九州参考バス2015年3月5日付、天草イルカワールド閉鎖へ、黒字経営も老朽化で引く読売新聞九州発2010年11月10日、同12月6日、閲覧天草イルカワールドに関するカテゴリー。ありがとうございます。